前回のカツグラ、村人全滅の危機から一夜、順調に村は村人で溢れていた。さて、ならお前たちいつまでも遊んでるんじゃない、就職しようか。そんなわけで村人の就職活動、ただなぜかわからないが一向に就職しないんだ。そんなわけで無理やり彼らを陸に引きずり上げ、無理やり就職。ありがとうお父さん、君からもらったダイヤのツルハチ大切にします。では本日はゲストの登場です。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。さあ、というわけで本日めっちゃ牛寄ってくるやん、増やしとこう。はい、というわけで本日はですね、ついにあの方をね、召喚させていただきました。というわけで、いでよマグニブン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 。どうもマグニーでございます。あ、どうもようこそでございます。本日もよろしくお願いいたします。やってきましたね。いや、マグニーさん、はい、今回しっかりと用意させていただきましたよ、いろいろと。あ、本当ですか。まあいいですか、ちょっと領地説明の方からいいですか。うん、あ、なるほど、はい、いただけるんですね。はい、今こちらにですね、カズジ、はい、カズ村っていうの、はい、通常のカズ村があるわけなんですけども、はいはい、次はね、隣町の人になっていただこうかなと思っておりまして。なるほどね、ご近所さん、うん、はい、ちょっとこっちの方来てください。はい、まあ、この前はある意味制限されていたと言いますかね、島なので。そうですね、動きがね、うん、分けやすくもあったんですけども、うん、ちょっと今こちらの方来てください、うんうんうん、はい、お、地図がありますね。はい、地図の方がございまして、待って、はい、ピシッと、おお、今ですね、はい、うん、こちらが、私めの領地でございます。うん、これがカズさんの村でございまして、まあ、将来的に海の方にもいろいろできることでございましょう。そしてマグフィールド行きますよ。この地図1枚分がなんと何？マグフィールドでございます。こちら全然広いぞ、1枚分。さらにこれですね、ちょっと海が少なすぎたので、はい、こんな感じで。なるほど、はい、島がありますな。これ島はですね、うん、また将来的に誰かにあげようかなと。うん、このちっちゃい小ちっちゃい小島はね、うん、あ、なるほど、誰かにね。そうそうそう、誰かにあげようとございまして、ほんで今ちょうどね、これ境界線引いたんですよね。はいはいはい、はい、ちょっと、ああ、この線ですね。このなんか線、あ、これか、引きまして、そうそう、これがマグゾーンです。これ実はここを含む向こう側、そう、ここを含む向こう側がマグゾーンとなっておりますので。あれは、まあ、ここ広いですよ、これ。はかどりそうですね。これ広いですよ、なかなか。なんで今日ね、マグニーさんを呼んだのは、はい、他でもない、うん、建築です。前シーズンと同じじゃないですか。はい、前シーズンはね、大樹をね、作ってくださったんですけども、ね、はい、大樹を作ってくださって、ありがとうございました。あ、いやいやいや、ありがとうございました。ほんで、今回は、やっぱりマグニーさんも建築が好きということで、そうですよ、共同倉庫、この前ちょっと適当なのを作ってしまったんですけど、もうマグニーさんも使うね、共同倉庫を作っていこうかなと。なるほど、みんなが使える。もう私もそこしか使わないんで。あ、そうですか。はい、そこに物資を集めて、みんな簡単に、建築ができるようにはい、やっていこうかなと。今シーズン僕使いまくっていいですか。もう、あ、もちろんですよ。ほんでやっぱね、この、はい、境界線は将来的に川になる可能性が高いので。川、そうです、川で仕切った方がかっこいいしよ、やっぱ。なるほど、ね、ちょっと直線的じゃなくてね、なんかうにゃうにゃって斜めになってもいいさ。うにゃうにゃの、はいはいはい、うにゃうにゃのふにゅふにゅでね、大好き、そういうの作るの大好き、はい、行きたいと思いますので、はい、多分建物がね、最低でもここから5マスはね、うん、剥がさんとあかんと思うんですよ。あ、川を考えると、そう、川を考えると、どっかここらへん、こっから内側、こっちね、うん、このライン、はい、最低でも、うん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 、このラインより内側で、ほんでまあここら辺で挨拶したときに、まあいろんな背景が見えるということで、うん、ちょっとこの小高いところ、はいはいはい、ここら辺がいいんじゃねえのかなっていう、うん、ね、うんうん、了解しましたよ。ここよりあっちね、うん、ここより向こうので、うん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 、作れたらいいかなと思っておりますので、了解しました。何卒よろしくお願いいたします。楽しくやりましょう。お願いいたします。ます。さあ、というわけでどうしますかね。どうしましょうね。まあまあ、まずとりあえず私の装備が欲しいところなんですけど。あ、装備、あ、そうだそうだ、お客さんお客さん、え、用意してくれてるんですか。当たり前じゃないですか。本当に公益プロですからね、公益プロ。そう、もうダイヤの人はどうぞ、はい、
おお、もういいアホほどダイヤモンドのクマが手に入っちゃってね、この前。なんだろこれ、こんなに魚もらっちゃいますじゃん、これ。魚もどうぞお使いください。これ骨組みからですかね、いろいろ作るのですね。骨組みから端っこから作っていきましょうよ。はい、うん、サイズ感見てね。はい、お今回資材もちょっとこちらご用意させていただいたので。おー、了解。はい、やりますかじゃあ。はい、こんな骨組みはやっぱ多くなるんですかね。多くで作ってた方がいいと思うんですけどね。とりあえず骨組み多くですか。下石、下丸石の、はいはい、あ、滑らかもあるんだったら滑らかで。ちょっと滑らかもいっぱいご用意してますよ、これ。素晴らしい、よく焼きましたね、こんなに。はい、もう大量に焼いてますんで、うち。素晴らしい、滑らかで。ちょっと土台をまず見ましょう。はいはい、わかりました。っていうか、ちょっと倉庫が遠いな。ちょっとこれね、移動してきますね、今。あ、お兄さん、はい、ちょっと、はい、わかりました。はい、ちょっとこれ移動してきますわ。うん、めちゃめちゃ遠かったわ、これ。よく考えると。うん、な、私が、移動してる間にね、骨組みなど、なんかやっていただけると。はい、ここら辺にね、ちょっと、作っていきますんで、ここら辺に。スタートは、どこ、でもここ、こんぐらい。ここから？うん、これで25マスになるんで、あっちと。はいはい、こっちと。でかすぎ？いや。あ、もうちょっと、もうちょっと後ろでもいいかな。どうぞ。あら、大きくいく。OK、うん。もうちょっと後ろで。の方が後ろの島とかもね、うん、後で見えやすくなるから。うん、この辺ちょっと前をね、前をちょっと縮めて前を縮めて、うん、そうそうそう、前をちょっと後ろを長くする。うん、これだからちょっと下に隙間ができる感じでどうですか。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、それでね、いいっすよね。ほんで下がね、このなんだ、中2階みたいな感じでさ、2階がそこで、1階部分がなんかそのエンチャントバーなりなんなりでもいいんかもしれませんね。あ、いいですな。はい、そういうことしてんの。一旦出ましょうか。はい、あ、お邪魔します。カズクラ、あー、よく寝たというわけでよろしくお願いします。お願いします。家のサイズをね、決めてね。で、1マス内側にこう柱を立て始める的な。おお、ね、あー、その技ね。その技ね。はい、はいはいはい、テクニック、テクニックで。おお、もうできてってる。早い早い、匠がおる、匠が。迷わず行くよ。今一旦スツーンカッターね、こっちにテロって。あざーす。テロって置いてきますね。早いなこれ。どっかで第三視点が欲しいな。第三視点いいっすよね、欲しいね。ちょっと待って、今第三視点の予約してくるわ。マミーさん、どこにいるんすか。うちの影分身。あ、いたうちの影分身です、あれ。見た目同じじゃないですか。はい、ちょっとね、諸事情でもうちょっと頑張りたいんですけど、あーなってしまいましたので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、初めまして、まあ拡張型ということでね、まず最初小さい倉庫でね、全然 OK なんで。そう、こっからスタートですよね。あとはどんどん大きくしていけん。うわ、もうおしゃれじゃないですか。やっぱ丸石いいっすね。丸石おしゃれなんですよね。丸石いいっすね。使いすぎるとダメですけどね。あ、丸石ですわ。完全に丸石ですわ。シンプル。くれたということで、ちょっとマグミさん、ラストスパート行きますか。行きましょう、行きましょう。もう肉付け、おお、すごいことなってんな、外から見ると。わあ、もういい感じやんな、もう。肉付けしてこ。ちょっとお屋根はだから平らな感じでいいよね。はいはいはい。ね、OK ですよ。上はね。今適当にね、床もうちょっとね、幅を、もう一マスだけちょっと横出しておこうかな。あ、肉付けするために足場などの関係も。妥協も含めてね。わあ、いいね。
持ってんねえ、わざ。そうでしょ、好きねえ。やっちゃってる。これでもう大丈夫なんで、 あとまあ出れないようにこうね、はいはい、出れるのか、これ出れるんだな、これ出れるんだな、はい、これ出れちゃうな、まあ、出れてもいいんだけどな、はい、うん、こういうことですね。あとうちの、ね、貴重なこのランタンをね、あ、ランタン設置お願いします。ランタンをちょっと置かせていただきますかね、はい、置きづらい、はい、あ、いいですね、貴重なランタンを使っていただいて、ね、もっと贅沢な置き方しますよ、もうダブルランタンで、ね、ほら、おダブルランタンします、これは映える、ダブルランタン、映えましたな、ダブルランタンしますわ、これランタンハン、ランタンハン、はい、どうぞこれ、ほら、あー、いいですね、あー、いいですか、いいですね、あー、いいですね、山口さんにもちょっとランタン半分ランタン、はい、やった、じゃ下にも置いておくよ、はい、うら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 、おお、また連打のマグミよ。うるさいでしょ。職人さんはうるさいね。こうですな。ああ、しゃ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 し。下付きで天井はまた手をつけていきましょう。また今度ということで。バッチリじゃね？オッケーじゃね？はい、というわけで圧倒的完成でございます。イエス！やりました。圧倒的感想でございます。ありがとうございます。いやいや楽しいですわ。これはもう圧倒的建築でございます。わ、すげえ。結構いいよね、見た目ね。あ、すげえ。結構いいわ。結構思ったよりいいね。思ったよりいいね。これはね圧倒的建築だわ。遠目がいい。遠目が。めっちゃいいやんこれ。価格的に下もいろいろ拡張できそうだし、良、うん、くない？価格的に映えますわ。はい、はい、というわけで。はい、完成でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったでございます。はい、ぜひですね、こちらの領地もございますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、長い付き合いでよろしくお願いします。お願いします。ぜひ頑張りましょう。はい、そんでですね、今マウニーさんもこちらの方でいろいろ作っていきますので、またそちらですね、はい、今後マウニーさんのところでアップされますので、ぜひマウニーさんのチャンネルもチェックしてみてください。多分ね、2日後3日ぐらいにアップされるかと思います。そうですね。はい、ではまた後でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。